二人で半人前。オーケーし、じゃあこっか左です。よしよし、来てない。オーケー、はい、おっとっと、段差がすごかった。はい、ということで、北昇水産さんで、ホタテバーガーとあとホタテカレーですね。うん、あ、ここだ。あ、こんなとこにサロマ湖展望台があったんだな。ねえ、ちょっと行ってみたかったね。まあまあ、今度行きますか。ここだとは思わない。こっから入ればいいんだね。わ、覚えましたよ、これで。うん、はい。今度行ってみましょう。はい。はい。いやー、美味しかったね。美味しかった。ちょっと、カレー食べましたけど、ええ。ちょっと辛かったね。あ、ちょっと辛かった？うん。あー、そうか。ヨーカーさん、ちょっと辛めだったか。うん。あ、でもやっぱ相変わらずの、ホタテバーガーのうまさもね、うまかったね。素晴らしかったですよ。でホタテバーガーはあれ、そのホタテの粒、うん、2粒と3粒を選べるのと、うん、あと粒が一回りでかいビッグサイズのやつを3粒っていうビッグバージョンっていうのもあるんだね。うん、ねえ、うん、そう。いや、素晴らしかったね。美味しかった、うん、久しぶりに食べましたけど、やっぱいいね。ね、うん、いや、食後のソフトクリームも美味しかったな。そうだね。しかもあの羊羹さんの大好きな粒あんトッピングを無料でサービスしますっつってね。あんこですよ、やっぱ。やっぱあんこなんですよ。時代はあんこかい。時代はあんこ。ああ、そうかそうか。そう。あ、まあ君、まあ、ペロッとね、うん、食べてましたからね。止まらなかったね。まあまあいいですよ。やっぱこう疲労回復するに甘いものっていうのはまあ間違いじゃないですから、やっぱりね。まあまあまあ、そうそうそう。はい。あんこがもういいですよ。もう疲れを癒すにはね。別にあんこしなくてもソフトクリームだけでも甘いんだけど。いや、冷たいからさ。そういうこと。あ、まあまあ今日暑いからね。まあまあまあ。うん。いや、まさしくね、今日はソフトクリーム日和ですよ。うん。こんな暑い日はね。ね、もう何本食べれるか。もう今あの食べましたから。今はね。もう北見に向かってますからね、今これ。ちょっとあのぐるっと回る感じで北見に向かってますから。あ、ちょっとね。はい。お、トップシ、トップシに入りました。サロマ町トップシですね。トップシ。はい。あの、木が燃える匂い。うん。本当だ。なんか燃やしてんだな。うん。今日これ帰り道はですね、ちょっと裏道っぽいところを通って帰りますから。そうなの、ちょっとね、よくわかんない道なんだよね。まあ交通量はそんな多くないようなね、そういうルートですから。ローソンだったんだろうな。マジで？うん。あったかな。うん。あ、どうですか？看板見えてきましたよ。ここかな？これですか？あ、これですね、961。ここから左行きます。よし。あ、信号です。じゃあ待っててください。はーい、よし、青だ、行くぜ。曲がります。はい、来た、いい、来ましたよ。逃げろ。別に逃げる必要ないんだよ。だったらそこで止まってないでしょ。いや、まあという感じで、こっからはねちょっと細身なこうちょっと裏道を通っていきますからね。行きますよ。うん、あんまり私もねそんな頻繁に走ったことはないです。あ、私は初めてですね。あ、似たようなもんですね、私も多分。あ、本当ですか。覚えてないみたいな。あ、覚えてはないです。ゼロ、走った回数はゼロじゃないと思いますけど、うん、覚えてはないです。不安しか残さない。堂々と言うよ。うん、覚えてないです。知りませんね。知りません。あ、空気変わったね、やっぱちょっと中、内側に入ったからか。本当？うん、なんかもわっとする。暑いでしょ、うん、ほら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 、もわっとする。すごい暑くなってきてない？うん、空気が全然冷たさが変わったよ。すごい違う。これはちょっと暑いよ。うん、今ね、1時55分。1時55分。あ、ちょうど今一番暑いでしょ、多分時間的には。あざまー、
まあ、北見まで多分1時間ぐらいはあるでしょうから、うん、まあ、3時ったらまあもう、あ、暑い、だるっと暑いっていう、そんなになってんじゃんかな。あれでれれ、これはやっぱりソフトクリームが美味しい食べたでしょもうソフトクリーム美味しいでもう一回食べてんで、だからあれはあれとして美味しかった。でもそうだけどさ、うん、てかこうちょっと砂っ気がすごいから気をつけてね、滑って転ばないようにね、ゆっくりでいいですよ、カーブとか特に怖いんです。はい、ゆっくりでいいです。後ろも来てないから、あ、ま、うん、交通量も全然ないですからここ不安を煽ってくるんだよさっきからさ、そうだね、この道大丈夫みたいな覚えてないですとかさ、うん、交通量ないですとかさ不安しかないんで大丈夫、だいぶ安心して、うん、繋がったらいるはずだ。何を持って安心すればいいの右手をご覧ください。はい、何ですか。山の上に木が何本か。あ、ほんとだ、ドゥンドゥンドゥルドゥンドゥーンだね何の木ですかあれ。この木何の木気になる木ですね。うん、でもあそこだけ綺麗に残ってんね。ねえ、なんかああいう田園風景なんか海外とかでありそうだ。ありそう、ありそうね。見える、こっからも。あ、見える見える。ああ、あった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 。あ、もわっとする。熱っ、なに、めっちゃ熱いじゃん。とする、ちょっとびっくりした今。あの木を見つけてしまったからなのかそんなことないだろてかここの丘が綺麗だな。ね、うん、わーすごい、この辺なんか全然覚えてないから面白い。初めて通ってる気分ね、初めて通ってる。あれ、牛さん。あ、牛さんいるね、あの斜面にね。ね、あ、放牧されてるんだ。いやー、いいね、この交通量のなさがまったり走れて最高ですよ。おお、景色いいね。いい景色。この辺はなんか牧草地みたいな感じなんだね。うん、畑っていうよりは開けてて、いい道だな。これはいいね。いや、いいな、このムワッとしてるのがさ、走っててちょうどいい。遠くに山が見えるっていうのがまたいいよね。圧迫感がないね。ないない、開放感すごいもん。開放感がいいよ、っとないだな。おー、ライダーさん来た。いや、いいね、交通量まれにしかないと思ったらライダーさんだった。ライダー、いやいやいや、ふー、ナイス、すごいにも、すっげあ、なんだよあれ、すごかったよこれ。めちゃくちゃなんかバイク、あ、なんかね、長さの半分ぐらいは後ろに飛び出てるみたいなすげえ荷物だった。お、これぶつかりますよ、 T 字路。お、これを、これ左行きますよ、サロマ方面って書いてましたね。左ですね。はい、お、ここはなんかちょっと交通量ありそうですね。うん、いちいちていし、オッケー、行くよ、行きますよ。すごい、あの家シルバーじゃない。家がシルバー、屋根がどこ、あの緑の窓の、あれなんですごい色してる。いや、シルバーではないな、シルバー、あ、シルバーじゃないわ、なんか濃い緑色みたいな。うん、じゃあここカットしてもらおうおー、まあまあその加減は私次第ですからカットなのまあまあ、いやいや、まあ、景色はいいのは間違いないからね。あ、そうだね、そうそうそう、いいね。おお、あ、なんか学校が見えてきた。学校か。へえ、ここはなんていう町なんだろう。サロマ高校か。サロマ、うん、なんかサロマ神社って登りが右にあったから。ほんと、うん、ここですね。書いてるんじゃないでしょうか。ん？何も書いてないかな。うん、高校前だって。あ、じゃあやっぱサロマ高校。サロマ高校ですよ、やはり。へー、おー、サロマ高校。お、ライダーさん来た。へー、イエーイふーふ
ナイス。ただのドライブだったね。あ、いや素晴らしい、いいですよ。とてもカジュアルな感じだったね。うん、ちょっとそこまでみたいな。そう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 。あれ、これまた T 字路ですね。これは？これなんでしょうね。おい。あれ、これ左からでしょ。おい。ちょっと地図見ます？セブンイレブンさんありますし。あ、そうですね。ちょっとヘルメットも私脱ぎたいですね。あ、そうだね。じゃあ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 。で確かね、T 字路1箇所だけだと思ってたら2箇所目が出てきましたね。ちょっと私も聞いたことのない状態に。でこの端っこに止めます。あ、わかりました。私もそこに行きます。よいしょ、 OK。 では後ほど。はい、はい、よし行きますか。行くぜ。お、トラック来た。こっから、右出てその今赤信号のところを左に曲がります。うん、ここから右へ出て OK。 こっからすぐ左ですね。OK。 なんか雲があるな前ね。大丈夫か。 OK。 左へ曲がりの、おお、これはサルマンの町になるのかな。おお、あー、いいね、涼しい。暑いね、やっぱ止まったらね。次ね、確か堂々の655号線かな。うん、ニクラ峠っていう、まあこれまたそんなに交通量のないところを走っていきますんで、確かですね、そこは私何回か通ってますけど、そこのニクラ峠、今から行こうとしてるニクラ峠は、うん、もう携帯の電波は確かね、ないんですよ。なくなってますね。あ、何かあったらもうやばいじゃん。まあ何かないことを祈ってください。祈るしかできない。あとはその何か起こさないように気をつけて走ってください。いや、こっちもね、起こすつもりなんてないんで。あ、ひんやりした。ほら、山に入った合図だよ。急にひんやり。そうだよ、電波がなくなった合図かもしれない。わー、これが。そう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 。これが。そうです。うー、これがニクラ峠っていうところに入ったかな。はい、うん、でもね、ちょっとここ気持ちいいですよ。あ、はい、まあ、気持ちいいは気持ちいいけどさ、そう、見晴らしが少し良くなるはずですから、上行けば。はい、よし。ちょっと今まさかの GoPro がバッテリー切れになりまして、話してる途中でしたけど、バッテリー交換しました。あー、涼しい。ほんと止まってるだけで暑いね。そうそうそう、ここちょっとね、急カーブ多いですから、ゆっくりでいいですからね。古いんですよ、この道が。ふーい。すごいね、ワインディングだね。ですね。うん。ほら、綺麗。本当だ。いい景色。すごいね、山しかないけどさ。本当だ。すごいんですよ。おお。あとはこのまま下ってきますから、うん、スピードにお気をつけて。おい、はい、はい、今ニクラ峠ちょうど降り切りました。終わりましたよ。今やっぱあっという間でしたね。うん、はい、この辺もまだ県外のはずですから。もうどんどん不安は落ちていく。お、なんでしょう、ピカピカしたのが止まってますよ。道路維持かなんかの車、あ、じゃあトラクターですね。農作業がしてるんでしょうね。バックしてるんですか、これは。あ、バックですか、これ。ちょっと怖いね。いや、違いますね。草を刈ってるんですね。草刈りしてましたね。あ、もう青い香りが。うん。青い香りがプーンと漂ってますよ。あ、よかさん、のんびりした道ずっと続いてましたけど。ええ。
青い看板が見えてきましたよ。これはこれ右かな。右、そうですね、右ですね。よいしょ、この止まれから右行って、そしたらちょっと行ったらですね、また確か交差点みたいのがあるはずなんで、ホッ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 、よいしょあー気持ちいい。山あいって感じだね、まさしく山あいだよ。お、北見16キロだそうです。今これは国道道道かな、7号線、どっちが国道だったかな、7号線です。さあもう今日もね終盤になってきましたよ。はい、いや今日はでもあれだったね、こうなんだかね、やっぱ久々だったからか、いや気持ちいいな、綺麗だなってずっとそればっかだったね。動画撮ってないでも、うわーとかってずっと言ってたもんね。ずっとね、同じテンションだったね。そう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 、いや気持ちいいなーつって途中撮る人があくびしてましたけど、私出ましたね。なんならちょっと前ですよ動画撮ってませんでしたけど、あくび1回500円ですベラボーに高いよね。すげえぼったくりだよ100円。しかもさ、私があくびした後に言ってくるからね。いやもちろんだよ、後出し、後出しですよ。あもちろんだよ、やっぱ汚い人だよね、あったね あ、看板見えてきた。おいえ、あそこだね、あの信号のところ左曲がればもうトンネルが入って丹野町です。おーすげー、普通に雨の日走ってるみたいなぐらいタイヤべちゃべちゃじゃない。すごいよ。おおすごい、抜けた。涼しい、涼しい、暑い。そうだね、急激だね変化がはい、まあということでね、これも抜けましたんで北道に戻ってきました。はい、丹野町です。まあ今日はこの辺でじゃあ終了しましょうか。戻ってきましたのでね、まあ、また明日も走りますんでね。はいはい、まあどうでしたか今日は、久しぶりでしたけど。あ、いやまあまあずっと TR で走ってますけどね。ああ、なんかお宅なんかお尻の調子があんま良くないのかなんか知りませんけどもTR の方が楽だっつってね。うん、やっぱ TR いいね。なんでしょうね、まあたまたま今日は TR って感じなんでしょうね、体がね。まあそうなんですよだってこんないつも別にレブルでそんなに苦痛だみたいなこと言った試しないもんね。だけど今日はなんか知らんけどレブルより TR がすごい楽っつって。そうそうそう、あの初めこそね2万キロだから譲ったけど、そこはそうだね、譲ってあげたけども私のバイクなんだけどねそこはさ、まあまあまあ、でもとりあえず久しぶりだけど、まあ、無事に北見まで戻ってこれましたんで、まあ、お家帰るまでがね、あのツーリングですから、はい、まあ、ここから気を抜かずにね、安全運転で行きたいところなんですが、まあでも私もあの久しぶりで、あの楽しかったですよ。うん、はい、よかったです、気持ちよかったし、綺麗だし、そう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 、まあ、思ったより暑かったけどね、暑かったね、多分明日もこんな感じですよ。だろうね、はい、明日はあの今日よりもちょっと遠くなると思いますから、距離が。明日は何本食べれるかな。あ、何本だろうね、どういうルート通るかにもよるけど、まあ1本はいけるかな。まあ、1本は確実にいけるでしょ。ソフトクリームの話でしょいきなり唐突に何本いけるかなってしか言わなかったけどさ、多分ソフトクリームの話だよね分かってるじゃんそれは分かるよ、君がいきなり何本とか言ってくるんだから分かりますよ。まあそんな感じで、まあ明日、まあ、今日食べましたけど、明日もねどうなるかね、今日ちょっとソフトクリーム写真撮り忘れちゃいましたけどね。あ、そうだね、うめえうめえって食べたら、気が付いたらもう半分以上君が一人で食べてるからさあれっつって、こっちの手に渡った瞬間にもうバクバク食べる。そうだね、写真撮ってないんだけどみたいな、あっていうそんなんだったけどねまあまあいっかっつってね、しょうがないっつって、まあそんな感じで今日はじゃあ終了しましょう。
はい、はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただきました皆様、本当に、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、明日はねまた違う動画を、撮りたいと思いますんで、明日ちょっとね見たい景色がありますから。あ、そうなんですよね。はい、あの景色を見に行くということで走りますんでね。はい、はい、赤信号です。赤信号ですね、うん、まあまあ、じゃあここでこのまま終わりましょう。はい、よし、ということで本日も最後までありがとうございました。ありがとうございます。はい、また次回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは皆さん、またね、またね、またね、バイバイ、バイバイ、メッシュグローバーナイター。だっせー、知らん、なんでこんな穴開いたんだろうな。あ、こうマジックテープに引っ張られたんじゃないかな、これ。何回くっついて、これね。だっせー、ドリフトアイスラインだって。うん、イラッとするね。うん。